西福田寺は、三重県松阪市藩福田町にある寺院。伊勢山城とも称される。本尊は、薬師如来。地域に広大な行場を有する。大宝元年、山の岩屈で、猿之淳が100日間修行を行ったことにより、改装された。寺寮、500国を受け北畠家の祈祷寺として栄えるが、北畠家が滅亡し戦火によって、寺は消失する。 天正11年、織田信夫より、治療、115巻分を寄付され復興するが、織田家断絶と共に衰退。さらに、松坂城主、賀茂氏里により、伽藍を解体し松坂城追記の材料に使用される。近世になり、津藩主、東堂家の庇護を受け、伽藍は整備され、行場も補修された。現在は、多くの人々が修行と順配に参詣している。 1948年県立公園に指定1953年県の名称、史跡に指定された。もともとは主言者のための霊場、修行の場であるが明治時代以降は一般人にも解放された。行場は女人近制のところが多いが女性にも解放していた。命の危険を伴うため入山する場合は必ず寺の受付にて入山心得を聞き、 入山名簿に記帳し、下山を報告しなければならない。革靴、サンダルでの入山は危険なので禁止されている。近年、クライミング用の道具を打ち付けて岩場を荒らす者がいる。はじめの難所である、油こぼしと名付けられている20メートル程度の切り立った岩場を鎖を伝って登らないとそれ以降の地点には進めない。岩屋本堂。 倉掛岩などでは大きな岩を上り下りするが鎖がない箇所もあり、一歩間違えれば谷底に落ちる非常に危険なコースとなっている。油こぼし以外の難所には迂回路が整備されている。距離約 4km、所要時間1時間半2時間半。標高 380m、通過地点は以下である。距離約 1.5km、所要時間30分、通過地点は以下である。 詳しい日程は公式ウェブサイトに記載されている。以下の時報がある。以下の体験が可能である。2016年に民泊の認可が下りた。ありがとうございます。